アウェーなのにサポーターがたくさん来ていただいて、ほんまにホームみたいな雰囲気を作っていただいたので本当に力になりましたし、まあ、選手もよく走ったなっていうのもありますし、みんながチーム一丸となって戦ったからこその勝ち点3かなと思います。まあ、そこは監督が求めている部分でもありますし、チーム全員が意識している部分であるので、クリーンシートで終われたっていうのは達成感もありますし、これからも続けていきたいなっていうのはあります。失点をしないっていうのがチームコンセプトでもあるので、最後の最後まで体を張ったり球際とかはみんなが意識していると思いますし、まあ、それができているので今は失点が少なく抑えれていると思うので、まあ、ここから夏場もあって厳しい戦いが続きますけど、続けていければ失点は少なくいけるんじゃないかなと思います。とてもいい雰囲気でできてると思いますし、まあ、毎試合毎試合反省して次に生かしてっていうのが試合ごとに積み重なってるっていう感じもあるので、やることをやっていけば勝ち点が積み重ねられるかなっていう自信もあるので、このままいい雰囲気でできればなと思います。ディフェンスラインとまあキーパー含めて全員が話せる人というか、みんなが意見持ってコーチングできると思うので、そこはもうみんな全体でっていうのは意識して、誰がっていうのはあんまないと思いますね。若い時はめっちゃ緊張してやってたので、なんか一試合一試合余裕なかったなって思いますし、ちょっとずつ試合にも慣れていってやっと100試合出れたなっていう感じですかね。緊張はまあ程よいぐらいで、そんなガチガチには緊張しなくなってきたなって感じです。まあ、自分は試合に出ない時間の方が長かったので、試合に出れるっていうのは本当ありがたくて、試合に出ることが当たり前じゃないっていうのを、まあ、常に思ってるし、目の前の試合に一戦一戦戦うっていうのを今意識してるって感じです。ゼルビアの今年の1号目を取れたことで、なんか覚えてもらえたというか、自分の存在価値を示せたっていうのもあるので、あの試合は自分の中でも特別な試合だったかなと思います。固く試合を進めてしっかりと勝ち切るっていうのが黒田さんのサッカーだと思いますし、失点をしないっていうところにはこだわってるので、まあ、そこは表現できてるんじゃないかなと思います。まあ、自分はヘディングとか空中戦が一番の強みでもあるので、まあ、そこは絶対負けちゃいけないと思いますし、そこありきで守備範囲をもっと広げたりとかするのが大事になってくるかなと思います。まあ、ヘディングは一番なんですけど、まあ、左利きっていうのがあるので、まあ、そこから自分の持ち方しかできないパスとかをもっと有効に出せたらもっと武器になると思うので、左利きのパスとまあヘディングっていうのはこれからも磨いていきたいなと思います。このチームはデュークとエリキが前にいてくれるので、まあ、裏に出せばまあエリキが追いついてくれますし、まあ、胸とか高いボールはデュークがヘディングしてくれるので信頼してボールを出してるって感じですかね。シーズンは5ゴール取るのであと4点取んないとって感じですね。まあ、岡山も強い選手とか高い選手がいて難しい試合になると思いますけど、今のサポーターの雰囲気とかホームの雰囲気はめちゃくちゃ良くてとても力になるので、まあ、ホームでは負けられないですし、まあ、一体感を持ってやれば勝てるんじゃないかなと思うので、みんなで戦って勝てればいいなと思います。カメラ目線ですか？あ、そうですか。まあ、J2 優勝っていうのが今年はもう絶対条件だと思うので、サポーターも含めて自分たちもいいパフォーマンスをして結果を出していくので、一緒に戦ってもらえればと思います。よろしくお願いします。